鶴巻信弘は日本のプロレスラー総合格闘家。1990年3月 FMW の入団テストに合格したがデビュー前に退団。1991年10月 WING のタッグマッチでプロレスデビュー。その後、麻生秀隆のもとで5年間総を学び初段。1996年 SAW 全日本体重別選手権重量級、無差別級優勝。1997年重量級準優勝。1992年12月、格闘技シンポジウムで、総合格闘技プロデビュー。1993年にはオランダで、タイボクシング武者修行。リングス、シュート、アブダビコンバット、パンクラス等に出場。リングスでは、交砂勝義。 坂田渡るのデビュー戦の対戦相手を務めた。1999年1月のコンテンダーズでは、高瀬大輝とグラップリングルールで対戦して、アキレス剣固めで一本勝ち。2009年5月に復活した WING の興行にも参加。8月に行われる新 WING 伝説により正式に参戦した。2010年よりスーパー FMW に入団。 2011年6月12日の北千住シアター千住大会にて、FMW インディペンデントワールド世界ジュニア王座を獲得。2012年1月22日、松本かなあきと対戦し、飛び膝蹴りで小負けした。2014年のスーパー FMW 休眠後は、対談して、ハードヒット、宮本和氏の自主工業、和氏組外伝党まからなどに参戦している。 2016年5月14日、覆面レスラー、マーズ・スペクターとして頑張れプロレスに登場。2017年2月11日、今なり夢人と対戦後マスクを脱ぐと、慕っていたスーパー宇宙パワーのオマージュであることを明かした。WING 初、リングス域。足首なってんどう、鶴巻信弘の怪しい格闘家人生。 ドラオープキック2019年2月28日、閲覧。パンクラス、パンクレイスオフィシャルサイト、鶴巻信弘パンクラス、2016年12月6日、閲覧。試合結果、2.11頑張れプロレス、王子大会対価研&、勝村修一郎&、三富正幸 VS 対価研奏&、並口治&、柴田清水 IVS、カサンドラ宮城。 バトルニュース、http コロンスラッシュスラッシュ b a t t l e n e w s c o m スラッシュ ?p イコール27,3992017年2月12日、閲覧。ありがとうございます。